メルスインはトルコのメルスイン県の都市である。トルコ南部に位置し、地中海に面した活気のある港湾都市である。メルスイン県の県都である。メルシンとも表記する、別称イチェル。ローマ帝国の時代、この地域はタルスを都とするキリキアの一部であった。メルスインはキリキアの主要港であった。町はラテン語でゼファームと呼ばれていたが、 ハドリアヌステーを叩いて、ハドリアのポリスに解消された。395年ローマ帝国が分裂すると、この地域にはビサンティウムの支配が及び、投資や貿易が活発になった。街は、早くからキリスト教家が進んでいて、司教が存在した。その後、アラブ人、エジプトのトゥールーン朝、セルジュークトルコ、モンゴル、十字軍、アルメニア人、マムルーク朝、 ベイリックと町の支配者が変わり、1473年最終的にオスマン帝国に征服され、1517年にはセリム一世が続国とした。アメリカ独立戦争中、この地域は当時不足して需要が高かった綿の供給地となった。1866年にはメルスインに鉄道が敷設され、綿は海上から輸出された。 町は主要な貿易港に発展した。1918年セーブル条約に従い、フランス軍とイギリス軍によって町は占領されたが、1920年、トルコ軍によって解放された。現在、製油所や製粉工場を有し、小麦、綿花、羊毛、トロス産脈産のクロム鉱などを輸出するトルコ南部の代表的な工業地帯である、キプロス島とを結ぶ、 フェリー航路が通じている。近郊のギュルナル郡、ビューケジェリ町の海沿いに、同国発となる、悪くゆ原子力発電所を建設する計画が進められている。ありがとうございます。